アネクドテンは、スウェーデン出身のプログレッシブロックバンド。1970年代の、キング・クリムゾンを彷彿とさせ、原点回帰の現代版といえるプログレを実践する、北欧のグループ。メロトロンの仕様と、ベースによる、ヘビでエラウドなスタイルを展開している。スウェーデン用テボリ公演1990年、ニクラス・バーカー、ヤン・エリク・リジェストローム、ピーター・ノルディンがロックバンド、 キング・エドワードを結成。プログレッシブロックバンド、キング・クリムゾンのカバーを主体としていた。1991年、母国の音楽イベントに出演した際、そこで見かけたアンナ・ソフィダ・ールバーグのプレイに感銘を受けたメンバーは彼女をスカウトする。その後バンド名をアネクドテンでデビュー。メロトロンを駆使していた頃の、キング・クリムゾンを意識したサウンドが話題となり、 欧州での配給が実現する。1995年、セカンドアルバム、ニュークリアスを発表。これが、キング・クリムゾンの代表作、太陽と旋律や、レッドのヘビナンバーを彷彿とさせ、特に日本などでさらなる高い評価を得る。そして、日本でも、専門レーベル、アルカンジェロ、フォース、グラビティ、フィフス、タイムオブデート、コンスタントに、 作品リリースを重ね精力的にこなすが、2009年に発表したコンピレーション作品を最後に活動が停滞した。2013年頃からライブ活動を再開し、5年ぶりに来日。新たな作品の制作にも着手する。2015年、8年ぶりのシックススアルバム、社用の館を発表。同年に来日公演。ありがとうございます。